ではいよいよ最後のドラマ行ってみよう。はい、ということで続いては匠が演じるドラマを決めていきましょう。はい、終わりましたね。はい、ワンがやってまいりました。ついにディッシュのギターボーカルでありリーダーを務める北村匠20歳。映画やドラマに数多く出演し日本アカデミー賞新人賞を獲得するなど俳優としても大活躍。そんな匠ってどんな人？匠なんだろう、天然。あ、ね、天然ですか？なんかもう、そうですか？白ティーにソースつけちゃうとか大雑把。大雑把ですか？そうですか？まあね、本当に天然は天然だと思う。本当に、うん、クールだ、見た目クールだけど可愛らしい面があるってことですよ。なるほどね。ギャップがある。ギャップあるね。ギャップを持ってらっしゃいますね。見た目かっこいい、中身は可愛い。うん、そうそうそう。ありがとうございます。匠がね、どういうものをここで見せてくれるのか。そう、ね、そうだからもう俳優北村匠をぶっ壊したいんですよ僕たちは。うん、今までのこう作り上げてきたこのイケメン像っていうものを壊したいわけですよ。ね、いろんな役やってるんですよ。イケメン俳優じゃないですか。うん、白塗りでデスボイスとかやってますよ。映画でね。やってましたね。一、ね、つ目の妄想リクエストはこちらです。秘密基地。あ、何ですか。投稿者若菜昆布さん。秘密基地。小学生。秘密基地。小学生とか。いや、そんぐらいしかね、ね、やれと言われりゃやりますよ、小学生って。おー、いいじゃん。うわ、さすが演技派。やりますよ、ハングリーですからね。ハングリーですよ、僕。シチュエーション見ていきましょうかね。昔の秘密基地。そういうことね。昔作ったやつの秘密基地だ。何年後かの話。木の上に旗みたいなやつだ。特殊だな。あんな上の方作んないだろ。ごめんなさい、秘密基地は。実際に僕が小学校の時作った基地。そうなんだ。さあ、昔の秘密基地で何が起きるのか、あらすじ見てみましょう。主人公は小さい頃、幼馴染の女の子と一緒にずっと秘密基地で遊んでいた、はい、でも親の転勤で女の子が引っ越すことになり、二人は音信不通に。15年後、社会人になって遊びに来た女の子は会えるはずもないと分かりながらも気づくと秘密基地に向かっていた。ああ、秘密基地に着き、懐かしさに浸っている。後ろから名前を呼ばれ再会。そこで2人は、キスしかないんじゃないですか。いやいや、そんなこともないでしょ。突然のラブシーンですか。15年経っても秘密基地が残ってるのかな。秘密基地がある場所に向かうっていう。ああ、そういうこと。昔山だったとこがこう高層マンションになっちゃったみたいな。そこまで行くともう帰るわ。向かってる最初。あ、なっちゃった。高層ビルに。高層ビルだ。帰ろ。シーン見てみますか。シーン、はい。泣き出す女の子の涙を優しく拭う。うわ、泣いちゃうか。泣き出す。何かがあって泣くんですよ。だから再会できたことへの喜びじゃないですか。純粋ラブストーリーですね、これ。これ純粋でいい。SF にする？あ、ちょっと SF してみる。一回ね。一回 SF に行ってみる。振り切ってみる。秘密基地が空の上。ああ。すごい。天空の城。100年後の日本の話。ああ、いいね。飛行石持って飛んでいくの。そう。ああつってね。二人でやめろ。もうすでにある。そんな話が。いや、これセリフ大事じゃないですか。結構大事です。セリフみたい。ちょっとセリフいきましょう。気持ちは15年経った今もずっと変わらないよ。そういうことだよ。うん、純愛つうか純愛でした。これはそういうことですよ。成長に泣いちゃうんだ。成長に泣くのかな。まあラブとも取れますけど、うん、もう何ならこう男女間の友情的なものでもあったりするかもしれません。結構思いっきり振っていいと思いますよ、その感動系に。あ、もう、うん、感動の再会に行った方が僕はいいと思います。タイムカプセルとか、ね、一緒に掘ってみるとか、ね、それで泣いちゃうとかね。気持ちは15年経った今もずっと変わらないよ。いいもできました。いいね。次のやつで妄想リクエストはこちらです、はい、ペットと、ペット海の産業。じゃあシチュエーション見ていきましょう、はい、こちらです。自宅の部屋。おお、まあ僕はペットって話これね。え、匠がだからマジのペットになっちゃう。あ、犬に変わっちゃうってこと。ガチガチに本当にもう特殊メイクして。だから分かった分かった。あ、まあじゃああらすじまず見てから話す。そうですね。あらすじ、あらすじ見なきゃね。ペット視点のドラマが見たいです。そうじゃん。みんなのリラックスした姿やペットを可愛がる姿など、普段の生活がペットの視点から垣間見えるようなドラマがあったら超癒されます。シンプル。やるじゃん。そういうことか。だからもうありのままの北村匠で。そうだ。でペット飼ってるじゃん。犬ハクな。ハクくん飼ってるじゃん。でそのハクの
目線ってことだ。目線を見たいんだ。じゃあハクに GoPro つければいいんだよ。いやそれ意味わかんない。そうそう、シーン、シーン見よう、シーン。ペット視点でペットを可愛がるシーン、うん、あー普段どういう風に可愛がるんですか。俺ね、結構ね、ツンツンしてるの。そうなんだ。それはそれでいいかもしれない。なんでツンツンするの、ペット。どんな感じなの。やめろやめろとか。でも、でもたまにおいでとか言わん。可愛いなって。それがいいじゃん。結構だよ。モテ遊んでるんだ。セリフつけてんな。セリフ言って、セリフ言ってみよう。俺お前がいれば頑張れる気がするよ。ああ、ね、犬に励まされてる。でもすごいなんかラフで、ね、うん、ただいまとかって時だからこう下から匠を見て頑張ってくれてたのみたいなところから、でお前が料理を作ってる姿、匠がこう料理を作ってて、あ、ちょっとキッチンでこう待ってて、ね、何あげないよみたいなところ。ああいいね。なるほどね。で犬だからもう真横に寝かしちゃうわけでしょ。そうだよ。あ、寝顔も見れるんですね。かわいいなっつって。これ一ついいですか、はい、海野さんのなんかフェチが詰まりすぎてる気がするんですけど。いいじゃないですか。いいじゃない。妄想リクエストですから。まあ確かにね。いいんですよそれは。続いての妄想リクエストはこちらです、はい、大富豪。おさっきも言いませんでした、投稿者雲の輪郭さん。いましたね。いらっしゃいましたね。すごいね。大富豪ですよ。が大富豪。大富豪。お金持ちですよ。うん、じゃあシチュエーションいってみましょう。はい。こちらです。大富豪の館で独白？独白？一人で喋ってるのかな？あ、違うのかな。演説的な？一体どういうことなんでしょう。あらすじ教えて。大富豪の息子である主人公の心は乾いていた。何でもできるがゆえに何にも夢中になったことがない主人公はいつもどこかうつろだった。それがある日出会ってしまったのである。主人公を夢中にさせたもの、そう、それは女性のかかとである。すげえな。かの有名な画家竹久夢二は晩年若い女性を家に集めてはかかとにおしろいを塗り床を歩かせ、その後を見て楽しんだという。ユエジと同じく主人公の心を支配する女性のかかとへの思い、それは狂気か愛か。何これ、これ何やりてえ。これやりてえ。どんなフェチ。そこでちょっともうなんかもう今なんかかかと好きそうに見えてくる。かかと好きな、かかと好きな顔してるもん。かかと好きが分かるシーンがちょこちょこ挟んであるっていう。まあいいね。じゃあ一つ、じゃあ俺ほくろフェチなんですけど、はい、ほくろフェチについて語ろうか。いい何それ、え、聞きたい。いいですか。まあ皆さんもほくろあると思うんですけど、僕ほくろが好きなんですよ、はいはい、そこにちょっとこうセクシーなムーを感じるというか、そこはね、正直男でも女でも関係ないぐらいほくろっていうものが好きなんですよね。男のほくろも好きなんですか。うん、あの目尻とかあったらすごい魅力的だなって、うん、で一番好きなのが腕なんですよ。例えば女性が髪持っててファサーってやっちゃって、それにこうさ、例えばさ、シャツとかだとさ、こう拾うときこう、なんていうのかな、わかる？こう拾うの、こう袖をまくったりとか、はい、そこで見れる、はい、本当はここにあるほくろが好きなんです。めっちゃピンポイントじゃん。ここが好きなんです。ここ。ごめんなさい、それはなんでなんですか。あのね、やっぱりなんかその普段見えない部分が不意に見えてしまった瞬間っていう。夏見えるじゃないですか、半袖とか。あのね、ここはね。今オーバーサイズ流行ってるでしょ。服ね、あ、大体がね、ここら辺なんですよ。だそのオーバーサイズの T シャツのこの空間のゆとりのこの揺れでも見えるほくろとか、おだそれがね、こことかだとチラリズムのもう、ね、論理ですよ。こことかはちょっと狙いすぎ、あ、やらしいんだ、ここはやらしすぎ、ね、さりげない腕、なるほど、ね、または太もも、太ももかかとにほくろあった場合どうですか。ね、あ、まあもしかしたらよ。もしかしたらって言っちゃってる。ちょっとそことね、彼は似てる部分あるかもしれないです。確かに独自のフェチですもんね。そうですね。じゃあシーン見てみましょうかね。はい。びっくりしたよ。怖かった。そう。ブラックなっちゃった。口元のほくろ、上下する喉仏、首筋のほくろ、説明のため大げさに動く指など。超至近距離でどういうこと。違う、分かった、これはね、怖いドラマの中で匠のこういうところを見たいですよっていうことが詰まってますよ、これ。でもさっきからちょっとなんか多くない、そういうのその喋ってる最中にそういうカットがこうとかれる、でも匠はもう変わらずにずっと喋ってていい。そう、だから芝居してんだからこう映してくれよ。いや、いいんだよ。え、匠首筋にほくろなんてあるの。あるある。
こに2個音を。なんで知ってるの？こっちにも。見てんだよ多分。怖っ怖いって言うな。怖くねえだろそんな。まあいいです。まず次のじゃあセリフ、はい、セリフ言ってみましょうか、はい、サンダルの夏は神サイのコーナーはブーツと靴下の冬死ねひらがなでかかとカタカナでかかと漢字でかかとどう書いても愛おしい。愛おしか何これ真偽だこれはねあこれでも超難しそうだから面白そうじゃないですか。そういや超難しいでしょ。難しいねこれは。お芝居お芝居これそうですよ。匠をちょっと見てみたいね、うん、ちょっとなんか新境地ではあるかもしれないですね。決められてますよこれは、はい。さあ3つの作品が揃いましたが、はいはいはい、匠以外のメンバーのおすすめは。いや俺意外とでもね大富豪とかやってほしい。いや俺もねちょっと大富豪もいいしペットもいいなと思ってるけど全く見えない大富豪っていうのがちょっと面白そうだな。どうなってくる演技派の探偵がどう演じてくれるのか今匠が嫌そうに台本イジイジしてんのなんかちょっとやってほしい。いいね。果たして北村匠が選ぶのは15年の時を超え男女の再会を描いた秘密基地か北村匠海の日常を犬の目線で描くペットか、かかとへのフェチズムを独白する大富豪か。チョイスディッシュ。僕実は決まっていました。おえ本当ですか。マジか。大富豪うわいい、いいな、見たいな。これはね気になるわ。気になるよ。はい、匠が演じるのは大富豪に決定です。待って、楽しみ。数日後、主人公の北村匠海さんです。よろしくお願いします。大富豪のタイトル通り洋館セットで撮影開始。そんな中匠は台本とにらめっこしてますね。それもそのはず、ファーストカットは2ページにも及ぶ長ゼリフ。いや苦手なんですよ長ゼリフ。だって覚えたんですか。結構音楽聴きながらが多いです。何かしながら読むとき覚える。誰も分かっていない。体重を支える役割よりない全身の中で最も厚く硬い皮膚をしている。かかとは良い。さまざまなアングルでこの長ゼリフ。苦手とか言ってましたけど完璧、ちゃんとしてる。そんな張り詰めた空気の撮影の合間にも今回使用されないセットを見つけた匠は、どうかわからない。こういう映画すごいね。余裕がありますね、うん、顔は入ってきて。その一方でかかとをこよなく愛するという新境地の役どころをこなしていく。どれだけの愛が刻まっているのか。共演の下條アトムさんは匠の演技について、いいよね本当にちゃんと気持ちが伝わってきて、ちゃんとそれをナチュラルに自分の中で消化してて、ちょっと狂気な部分もねキュッとこうある感じは、これはなかなか面白い作品になるんだろうなと。なんかまさかこういう、なんだろう、世界観になると思ってなくて、いろんな役やるけど、なんかまたここに来て新しいなんか引き出しかなと。さあ北村匠海主演ドラマ大富豪、ご賞味あれ。